じゃあ、 1曲弾かせてもらおうと思うんですけども、まあ、皆さんご存知の曲がいいかなということで、だいぶ酔っ払ってますけど、コーヒールンバで10年ほど前にちょっと喋らせてもらいます10年ほど前に高速のパーキングエリアでとある自動販売機が出現しましたよね。チャリンチャリンとお金入れてボタンを押すとコーヒールンバ流れる。罰ゲームじゃないですか。でしかもこんなディスプレイがあって、今コーヒーを引いてますとか、今ドリップしてますとか、いやいやそんな間があったら早よ出すドリップせえとか、それをずっと僕はライブで言い続けてきたんですよ。自動販売機はごっつ腹立つと。それでも10年ぐらい経ってね、つい先日ですよ、うちの自宅にその教室習いに来てるギターの生徒さん、僕より年上です、10個ぐらい、先生実は今日ちょっとお話がありまして、重要なお話が。いや何ですかみたいな、いや仕事が忙しくて辞めていくんかなとかね、思ったんですけど、実はコーヒーの自動販売機の件ですが、自動販売機実は我が社の製品です。めっちゃ味いいっすけどね、もしかしたら言われへんみたいなね。で、まあ今からそのコーヒーを言うんですけど、それ以降そのことは言えんようになって、ね、でもやっぱこう突っ込みたいと、よく音楽家として見ると、コーヒールンバって例えばこれが A メロっていうんですよ。で途中でこれ B メロ、 AABA でワンコーラスなんですよ。でも自動販売機 A メロ A メロ B メロ来て、もうここまで来たらもう最後まで聞く気ですよ。もうええわと。でも最後の AAB 最後の A メロの途中で曲終わってコーヒーで見る。お前なんか音楽なんか出んのか。そういうことがありまして、最近それを言うてるんですけど。では、そのコーヒーの、だいぶ酔っ払ってますけどね、行きたいと思います。